わずかに1点リード、9回裏ツーアウトランナー1塁。打球はライトへ、ライトへ、どうなんだ、風中の打球入った、逆転サヨナラツーランホームラン、角中がやりました、ベテラン角中の一振り、なんという幕切れ。嬉しいです、いつも、はい、試合終了まで見ていただきありがとうございます、まあ、ピッチャーもオスナだし、まあ、もうしょうがないかぐらい自分の中では結構割り切っていけました、はい、狙いにはいってないですね、まあ、そもそもホームラン狙うことなんて1年で数回ぐらいしかないんで、まあ、ホームラン狙ってたわけではないですけど、オスナのモーションにちょっと、後ろちっちゃくて刺され気味になるんで、とりあえず刺されないようにっていうことは考えてました。いやー結構離されてるですからね、 むしろ結構深刻的な状況だと思うんで、まあそれでもまあ2位っているってことは、まあ今まである程度みんなで頑張ってきたことが要因だと思うんで、まあでも上と離されてる以上は A クラスとか B クラスとかそんな関係なく、本当に、1試合1試合勝ってちょっとでも上と差を縮めることしか今は考えてないです。一試合一試合本当に落とせないしんどいゲームになってきてると思うんで、もう一回一人一人ができることをやって、チームが勝てればいいかなと思います。